出ているお腹が気になる、だけど筋力もつけて太りにくい体を作りたい、そういった方におすすめな動画です。今回はプッシュホールドというのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、腹筋も含め簡単に全身が鍛えられるエクササイズを紹介していきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、1日の中でたった10秒行うだけで体の代謝が上がってまんべんなく鍛えられるプッシュホールドというのを紹介していきます。簡単で全身が鍛えられるというと、プランクというのがね、メジャーなんですけども、今回はプランクよりもちょっと難易度が上がったバージョンになります。初級、中級、上級と順番にね、3つ紹介していきます。各10秒ずつ行いますので、今日は張り切って全部やっちゃうぞっていう方はね、30秒、私1個でいいやって方は10秒、それにプラスアルファですね、金魚というのをおまけで紹介していきます。この金魚がね、すごくいいんですよ。最後まで絶対見てください。はい、今回ね、プッシュホールド、これで主に鍛えられる部位はお腹、胸、二の腕、背中、そして太ももの前のね、大腿直筋が少しだけ鍛えられます。主に上半身が鍛えられます。これを3種目やり方を紹介して実践というのを繰り返しながら3種目頑張っていきましょう。それでは紹介していきます。はい、プッシュホールドなんですけども、プッシュアップっていうのはプッシュアップですよね。これはプッシュホールド、いわゆる肘曲げた状態でキープです。なので、プランクよりも辛いです。この初級編として紹介まずします。うつ伏せの状態から、手の位置が脇の下よりももうちょっと下。腰と脇の下の間ぐらいです。そこに手を置いて、初級バージョンは腰をちょっと丸めて、膝ついてキープ。腰が反れないように。これでキープです。前ももはつかないように少し浮かしときます。これをまず10秒キープです。これでしっかり胸と背中と二の腕が鍛えられます。プラスアルファ腰をしっかり丸めることで腹筋を締めてキープしますから、腹筋が鍛えられて、お尻を締めますからお尻も鍛えられる。やっていきましょう。10秒。手の幅は広げないように脇締めた感じです。脇の下のこの辺、肘を90度にしてキープです。この肘がですね、上がりすぎてもダメ、下がりすぎてもダメ、肘90度でキープです。10秒やっていきましょう。それではいきます、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。オッケー。初級でこれです。まあまあ辛いですよね。これ本当にね、簡単で鍛えられるんです。次、中級です。はい、今度は上半身は一緒。膝をつけずにやっていきます。こういう感じです。これで、かかとを少し後ろに出してください。そうするとちょっと負荷が軽くなります。これが中級です。つま先よりもかかとが前ではなく後ろ。これでキープです。10秒。いきましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK。プッシュアップができる男性でも、まあまあ辛いと思います。今度は上級です。できない方は見てください。できる方は一緒にチャレンジしましょう。はい、最後。プッシュホールド上級編は、手をついて、できるだけ体を前に出します。前。それで10秒キープです。できるだけ前です。もし手首が痛い方はね、無理しないでください。手首にも負担がかかります。それでは10秒いきます。スマホはそばに置いてください。いきます。スタート。1、2、3、4、5、
6、7、8、9、10。OK! 30秒全部頑張った方、結構辛いんですよね、これがね。でもたったの30秒、3つやったの30秒、1個でも10秒。時間ありますよね。これぐらいやるだけでも全然違います。体の筋肉っていうのは、1回でもぐっと力が入っとけば、筋肉維持されやすいですし、筋肉がね、使われやすいです。太りにくい体を作りたい。筋力をつけたい。痩せたい。お腹の肉が気になる。そういった方はね、最低限これぐらいやってください。最後、筋力。これがね、大事なんです。この今の時代、常にね、スマホ見たりしてしまって、いらない情報、いっぱい入ってきます。ポジティブな情報もあれば、ネガティブな情報もあって、いろんな情報にね、神経使ってしまっている時代です。ここはね、副交感神経というのを優位に指す、スイッチの切り替える、やり方というのがね、身についてた方がいいんです。寝るギリギリまでね、スマホ見る方も多いと思います。これはね、もう頭が働いてしまって、交感神経が優位になって、なかなか寝つけないとかね、常に頭を使ってしまう癖がついたりして、なかなか体がね、リラックスできる状態がね、できなくなってきます。そこで今回、筋力は、副交感神経に一気にスイッチを変えることができるので、寝る前とかにするのもおすすめですし、休憩時間とかに、ああ疲れたなと思ったら、これをすることで、一気にね、体が休まります。今回たったの10秒。これだけでね、すごいリラックスができます。ぜひやっていきましょう。で、この筋力なんですけど、手も足も持ち上げて、寝た状態で、ブラ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 ーっていうね、ゴキブリ体操とも呼ばれるんですけども、ま、生きた金魚がね、くねくねくねって動く感じの動きしてるんで、金魚運動とも言われてます。これを、通常は手と足をブラブラするんですけども、もっと効果的に行うために、お尻と肩も一緒にガタガタ動かします。ちょっとやってみます。普通はこうです。これを、もうこんな感じです。肩とお尻をね、ガクガク動かします。通常はこうです。こっから肩とお尻。お尻をこうやって動かす。肩をこうやって動かす。これで10秒間やるだけです。やった後にそのままできればバタンって股関節開いて手もね、手を斜め45度に下ろす。上向けて。これでね、もう10秒ぐらいストップしてください。これがね、めちゃめちゃ副交感神経にスイッチが入ります。やっていきましょう。布団やベッドでも OK です。行きましょう。スタート。とにかくブラブラ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。寝る。10秒。お疲れでした。どうでしたか？人によっては眠くなった方も多いかもしれません。この筋力がね、副交感神経に切り替えるのにとっても大事です。夜ね、お風呂上がり寝る前にやったらね、このままストーンと寝れます。これをね、ぜひね、オフな日とかに取り入れたり、筋トレした日の夜とかにね、やってもらって、ぐっすり寝れる体質、副交感神経にスイッチを切り替える癖というのをつけてもらえたらと思います。副交感神経に入ることでしっかりねストレスも軽減されます。やはりストレスが太る原因に多くに関係してますので、ぜひこの筋力プッシュホールドに加えてやってもらえたらと思います。頑張った方、グッドボタンとコメントよろしくお願いします。各種 SNS も行ってます。説明欄にリンク貼ってます。リンクのフォローよろしくお願いします。 Twitter の方でできればトレーニングの経過やコメント確認しやすいので待ってます。今回もご視聴ありがとうございました。